あれ、私は思い立った。部屋をおしゃれにしよう。おしゃれな部屋にあるのはグリーン。そうよ、まずはグリーンを買いに行こう。向かった先は練馬区にある尾崎フラワーパーク。見て、一見普通のフラワーショップみたいでしょ。でもね、ここはフラワーパークなのよ。この先にある巨大な温室を見て。天井もこんなに高いから大きな観葉植物もたくさんあるのよ。右も左もグリーンだらけ。もうまるでグリーンのトンネルみたいでしょ。たくさんありすぎて目移りしちゃう。もう広いのなんの、急いで回らなきゃ。なんか枝ぶりもいいと思うよ。曲がってて可愛い。うん、曲がってて可愛い。これでおしゃれな部屋になるかしら。そうね、楽しみだ。これが欲しいんだけどさ。そう、でもね、夜はね、葉っぱが閉じちゃうからね。ちょっと、こっちの方がな。デザイン、曲がり戸は可愛いけど、入らない。こっちか。グリーンが決まったら、今度は鉢ね。尾崎フラワーパークには植木鉢も本当にたくさん置いてあるの。これまた迷っちゃうわね。鉢もなんとか決まり、向かった先は尾崎フラワーパーク内にあるカフェコロラド。もうちょっと疲れちゃったからここで休憩しようかと思って。天井の高い明るい店内でも、なんといってもコーヒーを飲みながら外のグリーンが見れるのがいいわよね。窓の外を眺めながら、さっき買ったグリーン家に置いたらどうなるのかしらって想像してみる。おしゃれになるのかしら。そして今回私が買ってきた植物たち、実際に置いてみました。どうです？私的にはとっても気に入ったんですけど。どうです？ちょっとおしゃれになりました。え、住んでる人間がおしゃれじゃない？最後にチャンネル登録ボタン押してね。 YouTube のアカウントを持ってない人は作ってチャンネル登録ボタン押してね。ぜひよろしく。尾崎フラワーパーク行ってみたいと思ったらいいねボタン押してね。じゃあねー。